開会式直前の関係者辞任ドミノに始まり、メル候補のまさかの敗戦やダークホースによ、下馬評を覆しての体感劇、コロナ禍で開催さ、明暗含めて多くの話題を呼んだ東京オリンピック。ついにその長い戦いも閉幕しました。そ、で、オリンピック期間中、7月23日から8月8日の掲載記事、中から、文春オンラインで、反響の、 大きかったことを再公開します。初公開日2021年8月7日、東京オリンピックで初めて競技種目に加わったスケーボード。男女ともに日本人選手が金メダルにいたストリートに続き8月4日に行われた女子区でも合図見桜19が金メダル、そして会な12が銀メダルを獲得した。この時、 3位になのが英国代表のスカイ・ブラウン13だ。英国人父親と日本人の母親のもと宮崎県で生まれスカイ・ブラウンは予選から高難易度のトックを連発し弾けるような笑顔を見せている。競技終了後のインタビューではめっちゃうし、桜もココナも一緒にポディウム、表彰、乗ってもうやばい、と日本語で答え、銅メダル。 徳の喜びを表現。その姿が SNS でも大きな話題に、だ。実は、スカイ・ブラウンは、夏季オリンピックの英国代表最年少記録を93年ぶりに更新し、ラニはメダリストの最有力候補ということ。本国では、出場前から非常に注目されていた。手だ。そこで、彼女のこれまでのキャリアや同、ダル獲得の舞台裏、そして多彩すぎる素顔に、いて、 現地の報道を中心に紹介したい。英国人、プロスケートボーダーであるスチュアートンを父に、宮崎県出身の三重子さんを母に持ち、スカイ・ブラウンは2008年に宮崎県で生まれた。3の頃、父親の影響でスケートボードを始めた。女が初めて注目を浴びたのは4歳の時。スカ・ブラウンがスケートボードをする動画を、スチュアートさんが Facebook にアップすると、 それが旬、間に拡散されたのが彼女の世界デビューだった。すぐにスケートボードの才能を開花させ、スカイ・ブラウンは2018年に10歳でプロに転校。間、なく、ナイキとスポンサー契約を結んだ。チナにナイキがスポンサー契約を結んだ選手と手も最年少記録を樹立している。オリンピで彼女が披露した華麗なトリックの数々に見、された人も 多いはずだが、なんとそのほとんが独学なのだという。スケートボードの子がいなかったスカイは YouTube を見てほとんどのとくを学んだ。彼女は YouTube を見てそれを再現するとに時間を費やしたと BBC でも報じられている。2019にサンパウロで開催された世界選手権ではメダルを獲得。同年に挑んだ XGames では フロントサード540を女性選手として初めて成功させるなど、冠無理13歳ながら、スケートボード界ではすでになだる成績を残している。現在は1年の半分を宮崎、もう半分をカリフォルニアで過ごしている、いう彼女だが、特技はスケートボードだけでない。